第12章疑いをどうするべきか2。神はこの世でさえその御言葉の真理をいつもその民に表したいと望んでおられますが、この知識を得る道はただ一つしかありません。御言葉は聖霊によって与えられたのですから、その聖霊の光に照らされて初めて御言葉を理解することができます。神の霊以外に神のことを知る者はいません。霊は一切のことを神の深みさえも極めます。1コリント2:11-10。また救い主は弟子たちに、真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる、私のものを受けてあなた方に告げるからである、ヨハネ 16:13-14 と約束なさいました。神は人間が理性の力を働かせるように望まれます。聖書の研究は他のどんな研究にも勝って知力を強め高尚にします。しかし理性を偶像化しないように気をつけなければなりません。これは弱い人間にありがちなことです。聖書が難しくて理解できないとか、ごく明白な真理でさえも理解できないなどということがないようにするには、どうしても幼子のような単純な信仰を持ち、教えられる気持ちで聖霊の助けを求めなければなりません。神の力と知恵を悟り、神の偉大さは到底私たちには理解できないことを知れば、それは私たちを謙遜にし、ただ聖書を開く時でさえ神の面前に出るかのようなうやうやしい気持ちにさせるのです。聖書を学ぶにあたっては、そこに私たちの理性以上の権威を認め、心も知能も私にあると言われた偉大な神の御前にひざまずかなければなりません。一見聖書には難しく不明瞭なことが多いのですが、神はそれを理解しようと求める人々には分かりやすく単純にしてくださいますけれども、聖霊の導きがなければ聖書の意味を曲解したり誤解したりする危険があります。聖書を読んでも何の益も受けず、かえってそれによって大きな害を被っている人々もいます。敬虔な心と祈りなしに神の御言葉を開いたり、思いと愛情が神に向いていなかったり、または神の御心に調和しないでいると、心は疑惑の雲で覆われ、聖書研究をしていながら懐疑心が強められるのです。敵が思想を支配して正しくない解釈を暗示します。人が言葉にも行いにも神と一致しようと求めていなければ、いくら教育がある人であっても聖書の解釈を誤りやすくなりますから、彼らの解釈を当てにしては危険です。矛盾を見出そうと思って聖書を探る人は、霊の目がまだ開かれていない人です。偏見を持って見るので、実は分かりやすく単純な事柄でも何かと理屈を言って疑い信じようとしないのです。いろいろな仮面をかぶってはいますが、疑いと不信の真の原因は大抵の場合、罪を愛することにあります。神の御言葉の教えと訓戒は、高慢な罪を愛する人々には歓迎されません。神の要求に従うことを喜ばない者は、御言葉の権威をすぐ疑うのです。真理に到達するには、真理を知りたいという真面目な望みを持って、それに喜んで従わなければなりません。こうした精神で聖書を研究する人は、聖書が神の御言葉であるという証拠を多く見出し、その真理を理解し、得得して救いに至るのです。キリストは、御心を行おうとする者は、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているのか、わかるはずである。ヨハネ 7:17 と言われました。わからないことを疑ったり、理屈を並べたりしないで、すでに与えられている光に従うならば、さらに大きな光が与えられるのです。はっきりと理解できた義務をすべてキリストの恵みによって実行すれば、今では疑いを持っていることも理解できて実行することができるようになります。最高の教育を受けた者にも
最も無学なものにもはっきり示される証拠は経験という確証です。神は御言葉の真実なこと、御約束の真実であることを私たち自らが試してみるようにと言われました。神は私たちに味わい見よ、主の恵み深さを、詩篇 34-9 とお命じになりました。他の人の言葉に頼らないで自分で味わってみなければなりません。神は願いなさい、そうすれば与えられ、ヨハネ 16-24 とおっしゃるのですから、この約束を間違いなく果たしてくださいます。神の約束は今まで果たされなかったこともなければ、これからも果たされないことはありません。そして私たちがイエスに近づき、イエスのあふれる愛に浸るとき、イエスの臨在の光に私たちの疑いも暗さも消え去ってしまうのです。使徒パウロは、神は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださいました、コロサイ 1-13 と言っています。そして死より生へ移った人々は、誰でも神が真実であることを確認、ヨハネ 3-33 することができるのです。そしてその人は証しして言います。私には助けが必要でしたが、その助けはイエスから与えられました。すべての欠乏は補われ、魂の飢えは満たされました。今では聖書は私にとってイエス・キリストの啓示となりました。私がどうしてイエスを信じるかとお尋ねになりますか。それはイエスは私にとっては天よりの救い主であるからです。どうして私が聖書を信じるかといえば、それは聖書が私の魂にとって神の御声であることが分かったからです。と、私たちは体験によって聖書は真実であり、キリストは神の子であるということを証しすることができます。そして巧みな作り話を信じているのではないということを知ることができるのです。ペトロは、私たちの主救い主イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい、2ペトロ3-18と言いました。神の民は神の恵みのうちに成長するにつれて、神の御言葉をますます明瞭に理解することができるようになります。そして清い真理に新しい光と美を認めるのです。これは各時代の教会史を通じて歴史が証明していますが、なお終末までこうして継続するのです。神に従う人の道は輝き出る光、進むほどに光は増し、真昼の輝きとなる、箴言 4-18。私たちは信仰によって将来を眺めます。そして人間の機能が神と結合し、魂のあらゆる能力が光の源と直接に触れ合うとき、神が約束されたように知能が伸びることを信じます。そのとき神の御設立のうちに私たちが悩んだことは皆明らかにされ、分からなかったことも説明ができるようになります。そして私たちの限りある心では、ただ混乱と矛盾ばかりであったところに最も完全な美と調和を見ることでしょう。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる、1コリント 13-12。